4月5日の1時13時分です、えー、自分が昨日 Instagram、えー、で友人の投稿を見てこういう I so many people から始まる英語の投稿なんですけど一旦こう翻訳を貼っておきます、えー、本当の可能性と才能を持っているのに思ったよりも注目を集められずその後長期間活動を休止したり文字通り社会から姿を消したりする人をたくさん見てきましただからこれは私にとってはノーですでこういう投稿をしていて で自分はどうしてこういう人が生まれてしまうんだろうって、えー、思うことが、えー、よくありますでこの原因について X でいろいろ言及してるんですけどその X についての投稿のもうちょっと、えー、具体的な話を今日はしようと思ってますでこの友人は、まあ、プロを目指す人につい対してこういう発言をしている じゃなないかっって思って思るのでまずはそのプロをを目指すすために音楽をやってる人の話を今日はします、えーでえー、っとこういう人が生まれてしまう原因なんですけど X の方では中途半端な結果を残して音楽活動を終わってしまうのって作り手に関心を持たない無意識なリスナーが多く増えてしまったのが原因で。 ではなく原因ではなく注目を集めるようと努力しない作り手の本人が悪いっていう話をしてます。でどういう意味かっていうと音楽ってその一回例えば何かしらの結果を残しただけじゃまあよくないよねっていう自分はそのボカロ曲を作ってる時も。 ある程度再生を数を稼ぐこともできたしその例えばなんだろうな、えー、シンガーソングライターとしてもほんのちょっとこう再生数が伸びた曲を投稿したこともありましたけど、えっと、それだけじゃ当たり前にだ駄目というかそのこの友人が言うように。 えー、長期間活動を休止するような、まあ、その結果を更新できないっていうんですかね数字を更新できない、えー、音楽家になっちゃうんじゃないかなっていうのは僕は思ってますで、えー、音楽って結局人気商売だと思うので音楽が人気もしくはアーティスト本人が人気したと思うので、えー、常に注目を集める努力をしなきゃいけないんですね自分のツイートをちょっと見るんですけど 音楽で売れたアーティストが一番やるべきことって音楽を作ること以上に音楽をより多くの人に届けるための努力をすることって僕は言ってるんですけどえ今さっき言ったことですねでえほとんどが多席的思考を持っているのでレコード会社がプロモーションしてくれるとか事務所や大人が拾って援助してくれると思いがちなんだけど実際はそんなことはないと思いますでまず多席的思考って何って話なんですけどえーっと 何かしら、えっと、失敗したことがあったら人のせいにしたりとかその状況が悪かったとかっていう、まあ、あの自分ののせいいに、えー、しない人のことですねこれ大義語が「知的的」って言うんですけど知的的は、えー、自分の過ちとか自分が原因だった、まあ、その過ちをとがめようとするみたいな自分全てに自分がにのことに自分に原因がある失敗した全てのことに自分に原因があるということを思う人。 のこととを自的思考だとで、えー、簡単に言ったら僕はこの実績的思考な人間ほどもう少し結果を残しやすいや残せるような、えー、ミュージシャンになれるアーティストになれるんじゃないかなっていうのを思っていて、えー、かつ僕はこの多積的な思考を持つ人間に対しての、えー、ちょっとしたちょっとした というか激励みたいなことも、えー、と最後の最後のリプライの方で、えー、まとめたんですね。事務所やレコード会社に依存していくばかりだと自立力が欠ける。この,その依存してること、することに対してのデメリットを言ってます。あと、この自立力っていうのも僕がすごい、この自立って単語好きなんですけど、えー、好きっていうかあの、自分の心に常に入れるようにしてないんですけど、戦慄の律。自立って普通、 自分で立つと書いて自立って思うんですけど旋律のでで書く方が僕は好きですその自立力を書けるので、えー、組織内の作り手の権力も衰退、えー、していく、えー、っとこの1行で書かなきゃいけなかったんで若干理解できない人がいるかなと思って今、えー、動画で言及していくんですけど、えー、レコード会社とか事務所に入った場合はもう1人のだけの創作じゃなくてみんなでチームでやっていく。 ことになるんですねで、えー、チームでやっていくときに当たり前に作り手がフロントマンそのチームの中でフロントマンにならなきゃいけないんですけどえー、っとレコード会社とか事務所がまるにこうアーティストに何でもしちゃうようなそういうチームもいるんですね中にはでそれを続けていくとどうしても、えー、物を作っている人間がの権力がやっぱ 弱まっちゃうというかうーんとりあえず物のだけ作ってりゃいいじゃんプロモーションとかセールスは全部事務所とかレコード会社でやるのでっていう感じになっちゃうまあ仕事としてやりきるんだったらそれがいいですある意味作家的になるっていうかえ分かんないですよ例えば自分でも歌を歌えません自分は曲を作るだけですメロディーを作るだけです作詞も外注するしえ編曲も外注するし で、ボーカルとかも自分以外の人が歌うみたいな状況になった場合とかはえっと。それで割り切ってやればいいと思う。思う。それがまあ。いい人生かどうかっていうのはまあ、その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 人がいいと思ってればいいけどえー。僕は？その作り手の権力。 が衰退することとも作り手というか歌を歌ってる人歌を歌ってものを曲を作って編曲してる人もだからこの前言った自分で編曲までするみたいなえと人ですね僕はせめてそういう人のクリエイティブは周りりがしっかり尊重するべきだなって僕は思うんですすよ尊重するべきだなって思うしその尊重してやっていくえと流れを作るんだったらやっぱりフロントマンがしっかりと軸を立てるべきだなって思う 思いますだから組織の中でのこのフロントマンの、えー、と権力が弱まっていくっていうのは、えーうん、まあ普通に考えて良くないというか良くないですよねそうで、えーまあ、最後に「夢を見たいならやりたいことのためにやりたくないことをやりまくってほしい」っていう話でくくってるんですけど結局は自分の活動が大きくなれば大きくなるほど。 その絶対にそういう障壁って出てくると思うんですよね。楽して稼げるなんてのは結構ないじゃないですか。みんながみんなほとんど成功してる人って当然のごとくみんな何かしらの壁にぶち当たってるしその壁を乗り越えようとして、えー、自分がやりたくないことをやるっていうことが、えー、多いと思うんですね。で最後に付け加えっていうと。 僕は本当の可能性と才能を持つ人っていうのはそういう苦労や壁を乗り越えられる人だと思ってます、えー、なのでまずは僕は、えー、こういう曲を作る人とか、えー、音楽で夢を持ってる人はまず自分の、えー、音楽を売らせるためにというか もっと自分の音楽活動を広げるためにですかねえー、まあより多くの人に届けるためにそういった努力をするべきなんだなって思いましたえー、今日言ったことは全て自分に向けても言ってます終わりです